で公式は再販予定言わなくなったの？に対する反応集をお送りします。世の中にはプラモの再販予定を公開してくれてるサイトがあることを知ったんだが、丸月予定って何日入荷とか決まってないもんなんですかね。来月の 30mm の再販ラインナップのものとか欲しいんだけど、画像は再販されたら欲しいガンプラ。昔はバンダイも公表してたんですよ。アホが問い合わせしまくったせいでやめたけど。飢餓状態になるまでは普通にホームページで何日入荷って教えてたはず。一時期のガンプラバブルのごたごたで気づいたら教えなくなって、外部サイトとか配信者の養分になった。今やると毎回殺到してきて店側も大変だからダメ。公式がやめても他がバラしてたら意味ないと思うんよな。まあそれこそ公式でも言ってるけど、前も公開してたのは出荷日であって、いつ売るかは店によるから。いつだっけ、売り場から商品消えてなくなったのリライズ日くらいだったような。2019年12月にコロナ流行り出したから、それより少し後。コロナの特需後からだよね。多分もう戻らない。高くても買うやつがいるって認識ができたからね。リライズ2期の終盤くらいが新商品の出荷が追いつかない程度、棚にあるもの手当たり次第買い始めたのがその9ヶ月は後だぞ。もうだいぶ買わなくなっちゃったな、ガンプラ。コロナ始まった直後くらいに出たオリジンガンダムの時点で妙に入手困難だったような記憶がある。コロナ前から人気あるやつとか新作は発売直後に消えてたからね。バウンド、ドックとか店頭で見たことねえ。ユーラベンとかも発売直後は全く見かけないくらい買われてた記憶。バーザムが発売されてから今まで店頭で見たことがない。数千あるラインナップから選んで再販してるから大変なんだろうけど、俺が欲しいのは次いつ買えるんだろうってなるし、ノーマルでとりあえず作りたい気持ちと、いっぱい改造をするチャレンジしてみたいみたいな気持ちもあるのに、気軽に買えなかったり本当に辛い。鉄血の武器セット欲しいんだけど、この手のは欲しい時に買えないとどんどん購買欲が冷めてしまう。正直再販はこのひだみたいに出してるやつはお店に迷惑かけてるような気がする。バンダイが再販予定日公表しなくなってるのに、何で再販予定日をまとめてるサイトはスケジュールを把握できるんだろう。別にどこからも再販予定の公表やめたからって入荷数増えるわけじゃないし、店に張り付いてる暇人が得をするだけだし、再販予定リークはあった方がいい。前店に入荷するわけじゃねえからノイズなんだよ。もうバンダイがやめたのはそりゃそうだねとしか言いようがないが、外部が自己責任で流してくれる分にはありがたく享受しているよ。公表やめてもバンダイが出荷する曜日とかみたいなのは特に変わってないから、あとは利用してる店がどんなタイミングで並べるかの傾向次第。予定が分かってても店に並ぶタイミングはバラバラだから慣れがいるよね。再販狙い、リアルガンダムファイトが開催されて取り扱い店舗がなくなるからじゃないの？実際にそんな経緯だよ。商品が本当にあるか確認の電話が殺到したり、商品の奪い合いという名のリアルファイトが繰り広げられたから、バンダイは公表しなくなった。公式が発表していない情報を何で外部の一般人が発信できてるの？そりゃ店はいつ入ってくるかわかるからな。店の人間が誰かに漏らして、そっから伝わるんでしょ。一人に漏らしたら30人には伝わる。今は SNS があるから口コミどころじゃない伝わり方か。っていうか店員が直接漏らしてんだと思うよ。店からしたら転売屋だろうが何だろうが売れてもらった方がありがたいからな。小売側が情報流してそこで問い合わせに対応するなら別に問題ない。バンダイのコールセンターに直接電話してくるわけじゃないから。うちの店はこれを入荷しましたって言ってるだけだから、それを止めろって無理筋なんよね。新作の出荷数が安定してるだけでもありがたいと思う。買いたいやつばっか売り切れてるの。ほんまもうプチッ買いだけ20体くらい作ったよ。店行っても5年以上前の古いのしかねえ。アバターふみな先輩を極めろ。40過ぎのおっさん同士が店内でガンプラバトルするから。ガンプラを取り扱う店的には最初問い合わせが多すぎて困ってたみたいだけど、再販リスト公開されなくなったあたり徐々に減ったから、店にとっちゃよっしゃー的な気持ちがあったんだろうけど、今の状況を見ると店に悪い客転バイヤーなどなどがずっと居座ったり、深夜か朝から待機したりとすげえ悪化しとるよな。リライズ2期の頃はフェニーチェとかと同じパターンで関連商品が消えただけで別にガンプラ全部なくなったりしてなかったしな。ゼルトザームが長いこと売り場に残ってたのは覚えてる。でもリライジングガンダムのあたりにはもう今の競争の発端は見えてた感じする。コアガンダム2需要でユーラベンが売り切れたりしてたけど、手当たり次第かられるようになったのは RG 配入以降だったはず。 RG 基準で言うとその前のジオングとかウィングの時点でもうろくに店頭に並んでなかったイメージあるな。その前はフォースインパルスだっけ。そこまで行くとそうでもないけども、ただでさえ新作が毎度行列騒ぎなのに再販まで同じになってたまるか。
なってるんだな、それが。お台場のガンダムベースが開店前に列形成とか客側が勝手にやらかして予約対応になったばかりや。再販って出荷日だから当日に行っても置いてないことあるよな。問屋次第だからずれることもあるしね。近所の店にはガンプラくんだけ割引価格でずっと置いてある。リライズ2期終わって半年だかの時はまだ随分いろいろ置いてた気はする。種ダブルオーエージ鉄血なんか抜けはあってもラインナップの半分くらいはあったような。まさかこの辺すらがり尽くされるとは夢にも思わなかった。金色のリライジングはかなり長いことどこでも置いてたな、それすら今は見なくなったが。作品的には先行のハサウェイ以降ひどくなったあれでガンダムの注目度が上がったからそれが原因だと思う。さすがに過大評価が過ぎる HG クシーもペイネロペイも長いこといつでも買える状態だったぞ。数ヶ月前の戦艦野球キットまとめ再販の時にお小遣いフルブーストしなかったの後悔し続けてるわ。熱心な人や店は他のところで調べるし、わかるから意味ない気がする。欲しいけど、公式以外はそこまで深く調べない。中層以下が買えなくなるだけで変わらない。結局一番来て欲しくない層には効かないんだよな。谷おじ的には、調べる努力を怠る奴が買えないのは当然だとよ。対象年齢8歳以上のおもちゃを買うのに努力が必要と説教される末期的な世の中。おっさんが買い占めて、努力不足の子供世代はガンプラ離れ、ガンプラ文化の将来が楽しみですわ。もう再販停止でいいんじゃねえの。どうせ取り合いになる数量しか生産できないんだし。昔の製品の再販何て会社側にメリットないしな。ブーム終了した頃に再開すればいい。金型は持ってるだけで資産計上されるんだから減価償却が終わるまでは生産し続けないとデメリットしかないよ。今やガンプラだけでなくマクロスやボトムズもまともに買えない時代、ほんと嫌になるね。買えないのはバンダイ製だけだから本当にバンダイのプラモデルだけが集中して駆られてるんだよな。ソラタミヤの戦車なんて買い占めてもそこまでして欲しがるやつなんて少数だろうしな。ガルパンみたいな特需がない限り植物みたいな界隈だし。マクロスのプラモはまだ何か手探り感あるな。新規、リデコの繰り返しだから、積極的に新規出そうとしてる感が薄い。今は公式アナウンスもなくなってたのか、ここ3年でフラッと行った時に棚にあるもので気を引いたものがあったら買う、なければ買わないって感じになってたからな。もはやあれが欲しいって感じで店に行かなくなったから再販も調べなくなってて気づかなかった。以前、近くの店で再販品の抽選販売会をやってたな。今は不定期陳列だけど個人的には結構楽しかった。売る方も買う方も歪んでるガンプラに明るい未来が見えない。品薄騒ぎが続くうちにアニメは見るけどガンプラは買わなくなっちゃったな。新作出すな。1年は旧作だけ再販しろってコロナ禍の時には見えてたやついたな。しばらくはプレ版でのみ再販とかでもいいのかもしれんな。プレ版は廃止した方が絶対いい。店に迷惑かけないのは当然だし公表しなくなった理由もわかるんだが、再販を待ってる自分みたいな人間には再販のラインナップは知りたいところでな。急に来た方がドッキリして面白いだろ。ドッキリ GP みたいなもん。